い、皆さんこんにちは、こんばんぬ、リオナラです。なんつって、そしてザリガニ、どうもザリガニです。おー、こちらお寿司何貫、38貫で、まあほぼこうこれリオナラさんの要望ね。でやっていきます、せーの、ジャンピングゴー。やってみたかったこれ。うわ、うまそう。いただきます。いただきます。食べお寿司、いただきます。お寿司で食べたいと思います。違うの、この草なんなんマジで。草いらんやろ。サーモン、さあお味の方はいかがでしょうか。ゆうとくんの食レポの真似する。オッケー。めっちゃ美味しい。これだってゆうとくんがいつも食レポする時のリアクション。知らないもんだって。笑うの一回ゆうとくんが。くすって、これやばいっすね。ちょっとじゃあ俺次キシピン行くわ。よし、これはほんと花の香りがしますね。あ、でも似てるわ。イガリ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 。そう。いや、イガリ。そう。うわ。ジャニーズとか、まあ、この世界中で好きっていう感情を持ってる異性が中島優斗だけやねん、うん、でジャニーズも好きやし、ジャニーズ事務所も好きなんやけど、ただ好意、うん、会いに行きたい、お金をかけたい、グッズが欲しい、やっぱそういう感情を持ってるのはほんまに中島優斗だけやねんけど、ドストライクでジャニーズ事務所の中でドタイプなんは猪狩君。え、そうなの。猪狩君の顔見た時にマジでドストライクと思って、でもその時はもう優斗タンだって7年とか経ってたから、うん、他の人を好きになるっていう思考がないから、昔の私が猪狩君に出会ってたら完全担当してた。じゃあ優斗君に会う前だったら、うん、してたんじゃないかと。そんな好きなんだ。顔、顔はな、マジでかっこいい。男目線は結構難しいんだけど、その俺リアコとかじゃないから、岸君普通になんかバラエティーの天然な感じが好きだから、うん、顔だけで見ると菊池風磨。あ、わかるわかるわかる、めっちゃわかる。でも風磨くんな、ああ見えて自分の顔めっちゃ嫌いらしくて。あ、そうなの。うん、俺のこと好きって言ってるファンの人が意味わかんないもん、この顔ねみたいな言ってて、あ、なんかそういうとこも、うん、なんかいいなって思う。なんか俺はめっちゃかっこいいからみんな惚れて当たり前だろっていうスタンスのジャニーズもおるけど、風磨くんってなんかそっちっぽい、ナルシストっぽいキャラというか見た目のくせに、うん、俺の顔全然かっこよくないじゃんっていうギャップ。それなんか可愛いさ、謙遜じゃなくてガチの謙遜。ガチの謙遜。すごっ、それ押せる。今日舞台見に行ったよ、今日。うん、ゆうとくんの舞台。そう、これをね、一緒に見に行ったその帰りっていうのに撮影をしてるんだけど、出てきたらなんかもうすごいテンション低い。でも席が違うくて、うん、あ、違う席でね。そう、違う席で終わってからこう合流して、美味しい、終始無言。なんか俺悪いことしたかなって思うレベルの打診無言だったからさ、声かくよりもかけられないの。ごめんなさい、ゆうとくんの舞台終わりはやむんよな。だって正直距離はめちゃくちゃ近いわけ。私が声出したらゆうとくんに聞こえるぐらいの距離におるのに、一生この人と喋らずに、一生ファンとアイドルっていう関係のまま、こんなに好きやのに終えちゃうんやって言う、思ってしまって、今日は特に可愛かったから、ゆうとくんが、うん、やむよな。やむんだそれで。だってリオ死ぬまでにゆうとくんと別に付き合いたいとか結婚したいとかはもう思うけど、うん、もうそれは無理やね、うん、だからもう諦めてんのよ、うん、ただ一方的に恋してるだけ、うん、でもこの距離で30秒喋りたい、うん、それさえできれば別にもう悔いなく死ねるね。でもそれ、その30秒も与えられへんっていう、うん、どうなんだろうね。ないよ。なんかこれジャニーズから一回離れると、うん、キンプリいわき辞めたじゃん、新しいファンクラブね始めたの個人で、でそのファンクラブの特典のうちに、うん、楽屋ご招待みたいなものがあるのよ。あ、やばくない？うっかりや。いや、嫌なの逆に、うん、あ、そういうのは嫌なんだ。例えば自分が岩橋タンヤとして、うん、岩橋くんが休止してる期間、うん、ずっと岩橋くんのことだけを待ってて、他に浮気せんかった、ずっと岩橋くんのことが好きで、その楽屋のやつももちろん応募して、うん、でも外れました、うん、当たった子は永瀬たんとか、うん、でも岩橋くんが好きやから応募したらなんか当たっちゃったラッキーみたいな、うん、それはきついわ確かに、うん、で当たった子が同じぐらい元気くんのこと、好きな女の子とかやったら別に悔しくないんよ、うん、ほんまに。ただそういうの当たる人ってなんなら
ほかぐるの担当やったり、うんうん、ノリで申し込んだら当たっちゃったみたいな人が多いね。俺申し込めなくなっちゃったこれで。何喋っていいか一応予習しない？それはもう全部あれよ。やってる。やってる。うん、ゆうとくんともしそうでしたらこれ言うって決めてんで。じゃあやってくれるゆうとくん。オッケー。それめっちゃプレッシャー高いじゃん。マジで全部決めてるセリフがあるから。ピーターパンに登場したり。なんでやねん。意識高すぎやろ。すみません、中島優斗さんですか。あ、今ピーターパン見てきました。すみません、お忙しいのに声かけてしまってすみません。ずっとこれからも応援してます。すみません、失礼します。はい。鍵はなってね。プライベートの時間をタイムに変えないとあかんってなれば、そのやっぱ喋りたいっていう気持ちもあるけど、さっさと終わらせたいって、相手にキーも使わせたくないっていう、あの好きです、応援してますだけ伝えればいいやっていう感じ。手紙とか持ち歩いたりしてる。昔はしてたけど。でもそれで入って渡された時のことを想像したら、え、俺のことつけてるのって思われるの嫌だし。ああ、そうだね。そうそうそう。だからこのセリフって決めてる。これ新しく買ったカバン、インスタで紹介してんけど、めっちゃ可愛くない？うん、次のジャンプのコンサートまで行きます。いいなそういうの。でも紫の面から羨ましい。なんで？でも水色でよかったなと思うけど、こういう服とか可愛いから、うんうん、けど紫もいいと思う。あんまないんだよね、薄紫とか逆に濃すぎる紫とかばっかりで、身の回りを揃えるにはちょっとってなっちゃうんだけど、結局まあ揃えちゃうんだけどね。それでもでも紫はまだいい方じゃない？なんかさ、最近ジャニーズではもう前代未聞の白とか黒とか、カンチェントの横山くんが唯一の黒やったんかな、確か。あ、そうだったんだ。うん、今永瀬廉くんも黒だからさ。そうで、目黒くんとかも黒やな。で、ジャンプにいたってはもともと面からなかったんだよ。あ、そうなの。そう、じゃあ他のグループは面からあったけど、ジャンプはジャニーズで一番人数が多くて10人でデビューして、うんうん、10人ってなるとやっぱ面から決められへん、うん、もうデビューしたての頃がなんかメンバーカラーはないのみたいな言って、黄緑とか水色とか中途半端な色とかが出てくるから、うんうん、僕たちはメンバーカラー決めないんですよ、で確か言ってた記憶があるんだけど、今実際黄緑も水色もありまくりやる。でメンカラーもともと伊勢ちゃんも変わってん、一回ゆうとくんもともと黄色やってん、だから黄色集めてて、で、うん、2014年にいきなりなんか衣装ずっと水色やなあれって思ったら、何の告知もなしに勝手に変わってた。いつの間にか。そうそうそう。めっちゃ足長かった。何あの人。でもゆうとくんはなんかスタイルいいですねとか、本当にハンサムですよねって取材の人に言われるたび、ゆうとくんはいやいやもう絶対そんなことないです、素敵、めっちゃそう謙遜する。ゆうとくんらしいよね、なんか顔に出てるよね、優しさが。ああ、よくぞ言ってくれた。あ、なんだっけ、あの戻ってきて最近炎上してさ、なんか戻ってきたんだけど結局戻らず海外留学行って、岡本圭人です。うちの岡本圭人です。ジャンプの人。なんかあれはあの2年後に戻ってきますって言って、まあ、2年間経ちました。で、2年間経っても帰ってこへんくて、もうちょいちょっと期間伸ばしますって言って、で期間伸びてからいきなり、それこそリオスセレンと一緒におるときに編集ジャンプからお知らせですっていうメール来て、怖っ怖っって、何解散とかやったらどうしようと思って、で、パッて開いたらもうケイトがど真ん中におって、9人の編集ジャンプが懐かしすぎて、うわ、すげえケイトおるみたいな、何話すんかなと思ったら、まあ、編集ジャンプ離れます。でも、ジャンプはこれからもね、ファンの人にいろいろ恩返しするためにいろいろ届きますってみんな言ってくれて、実際こうどう思ってるか分からんけど、やっぱジャンプが悲しい顔してたらオタクも悲しい顔するって本人たちも分かってるから、大丈夫だよケイトみたいな、優しい、そういう人に抜けるっていう暗い内容やけど、やっぱ平成ジャンプ最高やなって思わせてくれる報告動画ではあったけど、まあ、ケイトはあのその留学するって言った時に必ず平成ジャンプが戻ってきますって言ったんだ。でだから2年間信じてるオタクもうそれはおったし、ケイトのことが好きやったら絶対信じるやろうし、で、まあ、抜けますってなったから、何の時間やったみたいな感じで荒れてたけど、オタクの気持ちも分かるし、ケイトさんの気持ち考えたらめっちゃ苦しいけど、でも海外っていう、こう視野広い世界を一回見ちゃったら変わるっていうか、ケイトの人生やから、確かにね、他に気使って、他の人の気持ち考えて、もういやいや平成ジャンプ続けられるよりかは、確かに、まあ、ケイト男子ないから私はあんまり何にも言われへんねんけど、なんかケイトが自分がやりたいことをやって生き生き仕事してくれるんやったら、でもほんまにケイトのことが好きな人なら幸せなんじゃないかなと思うけどな。炎上してたけど、一人が言い出したらいいですからね。
ケイトをかばってるケイト多分いっぱいおって、うん、その人たちが埋もれてて、うん、ケイトのことをバーって言ってる人って割と私からしたら他タンが多かったよ、うん、でもケイトタンの人のツイート見たらいいんだよケイトくんみたいな、めちゃくちゃぶっちゃけトークというか、ケイトの話を今まで多分 YouTube で触れたことなかったから、しにくいよ、しにくいよ、しにくいよ。それなって思う人もあればはって思う人もおるから、うんうん、言いづらかったけど、ちょっと俺が始めた話なのでロラちゃん悪くないよね、ごめんなさい、なんか気分悪くさせてしまった人がいたらすいません、全部俺の動画低評価しておいてください。え、私もともと誰やったか知ってる？いや、インスタライブで言ってたな、この前ゆうとくんと真反対の、そうそう、調べたんだよ、そういえばモノマネする、ロラちゃん、その OK 私の元タンのモノマネします、多分みんな知ってる人やと思う、はい、あの、僕は機械に挟まれて生まれてきたんですよ。なになになに、なんかおろかしいこと言った？ほな。わかんねえ。言うで正解。関ジャニ∞の安田翔太。安田くん、サングラスにしてるでしょ？うん。知ってる知ってる知ってる。なんでサングラスかけてるか知ってる？なんだっけ、目がちょっとあれで。そうそう、病気で、その。病気、そうそうそう。あの、脳腫瘍取って、副作用。うん、副作用って言い方あったかな。で、あの、光、強い光とかが、こう目にパーってなったら、ちょっと暗ってなっちゃったりするから、サングラスかけてるの。やすが、テレビ、あの歌番組で、サングラス一瞬外してて、光すごいのに、オタクのために外す、泣いた。ちなみに彼は、その脳腫瘍見つかって目にそれが出た時に、やめるっていう判断なんなかったの？なるほど。すごい、パン思いすぎ、すごいね。だから、元タンやからとか関係なしに、ジャニーズいい人ランキング、ただただ性格がいい人ランキングつけると、私、安田翔太不動の1位やもん。それ聞いたらもうダントツよ。で、2位が、そう、そうか、松島翔太。3位が、まるちゃんとかかな、関ジャニ∞。まるちゃんも顔に出てるやん、優しさが。もうにっこりだもん。やっぱ結局、ファンのことをほんまに思ってくれてる人が、行動に出てるやん、口だけ、口だけで、愛してるよって、これからもファンのこと、俺も大好きだよとか、うん、口だけやったらみんな言ってるやん。うん、そういう行動にちゃんと映してくれる人って、うん、ほんまに心の底からいい人なんやなと思う。そこにちょっと岸君も入れといてほしいわ。勉強しときます。よろしくお願いします。岸君いいイメージあるわ。でも岸君はトップ5に絶対入る。俺ジャニーズ知らないけど確実に5に入るから。あ、そうなんや。ちょっとジャニーズの今までの歴史とかなんかいろいろ喋ってみた動画でした、ね、はい。続きの動画はタレヤノさんの、YouTube にアップするので、そちらも見てください。よろしくお願いします。はい、ということで以上、ピオララとザリガルでした。明日も一日頑張れ、レッツゴー。バイバーイ。